こんにちは、井上です。今日は2022年に買って良かったものということで10個あげてみようかなと思います。まあ、恒例といえば恒例ではあるんですけども、えー、まあ、買って良かった、お金の使い道としては体験だったりそういったものもあるんですけども、今回はものに限定して10個あげてみました。まあ、純不動でちょっとあげてみます。一、えー、つ目がですね、大きいものからいくと、 ま、この、この傘ですね。キャリー、カリー、キャリー逆さっていうんですけど、アマゾンで買ったんですけど、もともとですね、この逆さ傘って愛用してるんですよ。いや愛用してたんですけど、その愛用してるものっていうのが結構、ここが使いにくいんですよね。もうちょっとこう、グイってなってる。グ,グイっとこの CG に C、C の、C の形に、C の形と言いますか、円に近いんですよね。で、それだとこの、こういう、 なんかこう、こういうところにパッてかけられないんです。で、そのかけられるのが、これ、こっちのタイプですね。これが最近、最近と言いますか、今年見つけて買ってみました。で、サガサガサって何かというと、これ、こう、こんな感じで開くんですよね。こんな感じで開いて、まあ、こう、こうすると。まあ、見た目こんな、こうなるんですけど、まあ、何が便利かっていうとこ、こ、ここが濡れるわけじゃないですか。雨が降ってくると。で、ここ,こが濡れる、濡れるんですけど、折りたたむときはそれが、 内側になるんです。だからこうやってこう持つと濡れなくて済むと。このこうやって持っていけるという感じ。で、もう一つの利点が、これをパラパラってするとこの状態で立つんです。ちょっとここ、まあここにするとこの状態で立つんです。これがめちゃくちゃ便利ですね。傘をポッと置いて、両手を使えるようになると。でもう 愛用している傘が、まあ壊れたんですけど、壊れたんで、誰か別のないかなと思って、こ、この人逆さんにしました。こっちの方、これ高いんですよね。ちょっと高くて、8000円ぐらいするんですけども、この色、まあ赤が好きなんで赤と、ここの取っ手の使いやすさと、っていうので愛用してます。雨の日、まあ少な、からず憂鬱なんですけども、この傘があれば、まあいいか、みたいな感じにはなります。 折りたたみも持ち歩いてるんですけども、これ、ちょっと、ちょっと雨が多めに降ってる時には多めにといいますか、普通に降ってる時にはこれを使うようにはしてます。これが一つ目ですね。二つ目が、これが今、ここに、これも大きいものですね。まあ、こんな感じで、この Amazon のエコーショーですね。エコーショーの15インチのモデル。 これをリビングに置いてますでちょっと正直、不格好ではあるんですけど、この辺が分厚かったりとかですね、なるんですけど、まあ、面白いかなと。うこれで、こんな感じで写真を表示させたり、Amazon フォトに入れなきゃいけないんですけども、表示させたり、この、アレクサ、明日の天気は、明<日>でこんな感じでの、天気を教えてくれたりとか、まあ、そういったことがあります。 で、いろいろ調べたりっていうこともできますし、まあ、Amazon 連動なんで、そんなに凝ったことはできないんですけど、Amazon プライムこれで見たりとか、Netflix なんかも見れるように、この間なったんですけど、で、もう一つの利点としては、これで実家とのテレビ電話が楽になったんですよね。娘でもかけられるというので。まあ、今まで LINE でもやっていたんですけども、実家にもこれを置いて設定して、そうすると、まあ、バあに電話してっていうと、それで娘でも電話できるようになり で、お互い電話ができて画面も大きくて、でまあ、もちろんスマホもうちの母は使えるんですけども、まあ、これだと大きな画面で楽しめると。で、妻の実家にも実は送っていてですね、今度行くんで、その設定をして、まあ、それからできるようになるということです。で、これ3万円ぐらいするんですけど、Amazon のセールの時だと2万2千円ぐらいだったんで、その時に1個ずつ、ちょっとずつ買い足してはいます。 まあそんな感じで、このリビングにこういう端末あるっていうのはみんなで楽しめたりっていうのはあるんで、まあおすすめではあります。まあなかなか、タッチの操作はちょっと鈍いところはあるんですけど、まあ声で操作できるんで、まあそれでも、それで十分かなと思います。これが二つ目ですね。で、三つ目がカメラ系でいくと、カメラでいくと、今年もですね、いろいろカメラを買ったわけなんです。で、 いろんな性能のなりメーカーなりのカメラを買って、まあ、いいものもあるんですけど1個あげるとしたらもうこのベスト10の中に今日の10個の中に、まあ、カメラ1個レンズ1個って決めてるんでそうしないと10個の方がカメラレンズばっかになっちゃうんで、まあ、これですかねこの小さい富士フィルムの XE4 っていうものなんですけどもうこれもう生産中心になってて今中古でしか手に入らないわけなんですけど私も中古で手に入れました になってるんですけど生産中心になったのが別に人気がないとかではなくてまあなんか戦略上の問題ではあるかと思うんですけどいろいろカメラ、まあ、性能大きければ性能がいいっていうのが通説ではあるんですけどこの小さい UFO、e、はなかなかの性能性能といいますかいい写真がこの富士フィルムならではの写真っていうのが撮れるんで以前富士フィルムの カメラ持ってたんですけど、売っちゃったんですよね。売っちゃって、うん、どっかで買い戻ししないとなと思ったときに、これをついて買いました。で、こんな感じでちっちゃいんで、でレンズもちっちゃめのやつをつけると、まあ、これあの、ウエストポーチに入れることもできますし、ちょっとポケットっていうわけでは、レンズを選べばポケットにも入りますけども、あとはこれ持って走って、走るときはこれ持ってるとかですね。走るときはこの辺につけて持ったりとか、まあ、手で持って、手で持った方が安定するんで、これで走ったりとか、全然。 できるぐらいの小ささなんで、まあ、これを愛、これも愛用してます。まあ、他のカメラと一緒に愛用してます。一、まあ、つで、値段は10万円ぐらいです。まあ、カメラの中では安い方ではあります。まあ、これも、もし中古で見かけたら、なかなかあの出回って、これ出回らないですけども、中古で出回ることもあるんで、まあ、これもおすすめの機器です。まあ、多分この E5 っていうのが来年、 2023年出るかなと思うんで、まあ、それを狙うのもいいかなと思います。なんかちっちゃいカメラってなかなかどんどん性能が良くなって大きくなってっていうのになってるんですけども、この小さいカメラっていうのは貴重ではありますんで、ぜひこれも考えてみていただくといいかなと思います。まあ、フルサイズ APS-C マイクロフォーサーズというそのセンサーサイズによって大きさが変わ大きさ性能が変わるんですけど、これは真ん中の APS-C というもののカメラです。 まあこれが3つ目ですねで。次がレンズですね。レンズで、まあ、レンズもいろいろ今年買ったんですけども、このフジフィルムの E4、e、につけてるのを 30mm の F2.8 っていうのも結構気に入ってはいるんですけど、いろいろ迷った位1位はこれかなと。ソニーの2470の F2.8 と言われるいうレンズです。 まあこれがですね、まあこう、いわゆる標準レンズということで、まあ、面白み、面白みがないって言ったら面白みはないし、便利って言ったら便利ではあるんですけども、これが通常だと 800g から 900g、時には 1kg ぐらいするものが、これが 700g ほどなんですよね。まあ、ちょっとした差なんですけども、この性能でこの軽さっていうのも相まって、やっぱり気に入ってはいます。えー、これをソニーのカメラ、まあ、ソニーのカメラレンズなんで、ソニーのカメラに付けて ですけども、まあ、なんだかんだこれいいなと。で写りもいいですし、で近くに寄って撮るということもできるんで、これは気に入ってはいます。で、プロフィール写真の撮影、ポートレートの時にもこれ使えたりもするんで、まあ、よく使用頻度は高いかなというところで、これを1位に上げました。値段も高いんですけど、値段も高いんですけども、おソニーの あの残価設定っていうのを利用して、一応2年間はちょっとずつ払って、で、その時に返すか返さないかっていうのを決めて、もし返せばその後はお金がかからないと。で、実質半額ぐらいで買えるというので、買ってはみました。2年後どうするか、あと1年経ってどうするかっていうのはまたその時考えようかなと思うところです。あと1年、1年半ぐらいありますね。それがレンズですね。で、次がスマホです。スマホの iPhone SE ですで。これ別に最新機種ってわけでもないですし iPhone の14とか出てもありますし14 Pro とかも出てはいるんですけども、まあ、私はそのカメラを持ってる関係でスマホにカメラ性能を求めないんです、ね、でただちょっと魔が差してこれの前はライツホンっていうちょっと高い20万円のカメラを一度使ってみたんですけども、まあ、やっぱりスマホのカメラだと何なんだか物,物,物足りないというよりも まあ写真としては全然遜色ないものが出てくるわけなんですけど、こう撮るのと、まあ、こう撮ったりするのと、まあ、こ,のこれを覗いてこうやって撮るのと、また全然違うかなっていうのが、やっぱり分かってるんですね。<laughs> で改めてそれを感じて、まあ、スマホはいいやと、と軽い方がいいし、ちっちゃい方がいいやというので、これになりました。えー、これがですね、2022年の3月に出たもので、 一一括括ででで買って6一括で6万円ぐらいですで安く安いしで、まあ、確かに処理速度は最新のものに比べるとちょっと劣るかなって感じはするんですけど全然これで問題ないなっていうので、まあ、何より小さくて軽いのが正義ありますのでこれ持ち歩くのも楽だしこれのトライアスロン今年から復活してですね骨折,から骨折で3年間。 交通事故の骨折で3年間できなかったんですけど、今年復活して、この改めてちっちゃいといいなと。で、レースの時に、まあ、なんだかんだゴール後の連絡用とかで、まあ、持って走った方が後々楽なんですよね。で、持って走る、ポケットに入れて走るという時に、めちゃくちゃこれが楽です。で、大きいスマホだと、なんかポケットにも入らないし、みたいな。で、この間出たマラソンだと、まあ、皆さん結構大きいですよね。スマホが大きくて、首から下げたり、手に持ったり。 いろいろ工夫はされてますけども、それはちょっと重い、重い、重いっすよね、みたいな感じではあります。で、これだったら、まあ、小さいし、軽いし、持って走ったりっていうのもできるかなと、その用途でも重宝してます。まあ、これが、まあ、今年、いろいろスマホは出ましたけども、この小さいものを買ってよかったものにあげました。まあ、来年以降どうするかっていうのはあれなんですけども、小さいスマホがどんどん なくなってはいるんで選択肢は狭まってくるかなと思うんですけどもやっぱり同じ系統でいこうかなと思っているところです。これが5つ目ですかね。で次がこの時計ですね。ふだ私時計しないんですけどもトライアスロンマラソン用に新調したのがこのカロスという時計です。 でこれあんまり日本では聞か,れて聞かれてないんですけど、アメリカの方では結構広まっていて、なんといっても軽いっていうのが特徴で、29グラムなんです、まあ、通常のものだと20グラム、プラス20グラムぐらいで、まあ、あんまり20グラム程度っていえば程度なんですけども、<laughs> ここに腕につけて走ったり、泳いだり、自転車乗ったりということを考えると、結構、その20グラムって大きいですね。 で私が普段時計をしないのも、やっぱりここになんか重さを感じるのが嫌だからではあります。で、普段はその 29g さえも嫌で何もしてないわけなんですけども、まあ、時計なくてもなんとかなりますし、時計ない方が時間の感覚って磨かれるんで、まあいいかなと思って時計はしてはいないです。で、これはもちろんそのトライアスロンにも使えて、電池としては普通にそのレースなんかで使うと30時間持つんで、最も長いトライアスロンでもウルトラマラソンでも使えるって感じ。 で、いろんなバージョンがあるんですけど、最も安いレース、レース2っていう機種を買ってます。で、29,800円なんで、3万円弱ではあるんで、まあ、それも、通常だとやっぱり5万円、7万円するんで、まあ、それを考えると、このシンプルに、スポーツだけで使うんだったらこれがいいかなと思います。アップルウォッチだと、まあ、ちょっと重くなるっていうのもあるんですけど、他の機能が、は充実してるんですけど、 そのスポーツに関してってなるとちょっと弱い部分があるんで、まあ、私もアプローチは以前使ってたんですけども今は使ってないです、まあ、こういったこのカロスぜひこれも試してみていただければなと思います次がこのリュックですこのリュックはノースフェイスのワンマイルっていうワンマイル16というものなんですけども ま、軽いんですよね。軽くて、そのワンマイルっていう言葉通り、この走るために、走れ、走れるようなリュックになってます。で、一応この辺、あの、汗が染みないようになってたり、このパソコンを入れてっていうこともできますんで、私の MacBook Air なんかもこれにこうやって入れてはいます。で、ちょっと収納の、のポケットが少ないかなーってとこはあるんですけども、まあ、それ、 あるんですけど、この外側にこういうペットボトルなり、なんか水筒を入れる棒のっていうのはあるなり、折りたたみ傘を入れるっていうポケットがあるんで、これが結構便利ではあります。で、この背負うと、この体にぴったりは来るんですよね。ぴったりきて、非常に楽です。で、ここ、この、こんな感じで、ぴったりつくって感じなんで、で、 あんまり物は入らないんですけど、これちょっと大きめのサイズなんです。この、これよりもっとちっちゃいやつがあるんですけども、まあ、こ、こっちで全然十分かなと。で、持ち物を減らすっていうことを、もう、持ち物を減らして、ま、軽く身軽にするっていうのも大事かと思いますんで、まあ、そう、そういう目的で使うんだったらいいかなと思います。で、このまま全然走れたりはするんで。で、これは、あの、 ピークデザインのキャプチャーって言われるもので、このカメラをここにカチャって付けることができます。で、大体2つ。まあ、身軽にしましょうと言いつつ、カメラを2台持ち歩いてるんですけども、まあ、カメラ2台持ち歩くからこそこのリュックは軽くしておきたいなっていうのがあります。で、リュックの重さって、この厳密に測ると結構重いものは重いんですよね。なんか重いなと。で、中身減らしたとしても、リュック自体が重いっていうこともあるんで、で、あんまり軽いものだとその心配だっていうのもありますし、で、これだとその結構丈夫。 ですし、まあ丈夫で <laughs> こ、この後壊れるかもしれませんけども、まあ、丈夫で使いやすくて、まあシンプルでっていうので愛用してます。で常にこれは講師ともに使ってるリュックではあります。次がこのモバイルバッテリーですね。このアンカーの733パワーバンクって言われるで。 ですけどちょっと1万5千円ぐらいすするんですよ定価だとでセールの時だと1万1000ぐらいなんですが、まあ、容量も十分ですしで、まあ、この電源供給量、供給スピードも速いんですよね、60W なんで,で、すぐ充電ができるというのもありますで。以前からこういうものってあるんですけども、その電源の供給量といいますか、ワット数というのってなかなか大きいものがなくて。 で、今まで使ってたやつは良かったんですけど、やっぱり2つになってしまうんです。で、2つっていうのが急速充電器、まあ、アダプターですね。もう、コンセントにつなぐものと、モバイルバッテリーっていうのを2つ持ち歩いてたんですけど、これはそれを1つにできてるモバイルバッテリーであり、こうやって、あの、コンセントに挿すこともできると。コンセントに挿しながら使うと、充電器にな、急速充電器になって、まあ、アダプターとして使えて、で、それを外すと、モバイルバッテリーとして使えると。 まあそういったものです。で、以前、そういう、そのパワーと便利さを兼ね備えたものがようやく出たかなと。で、小ささ、軽さ。これ 300g。ちょ、ちょっと大きいんですけど、まあ 350g ぐらいですか、ね。なんで、ちょっと大きいんですけども、まあ軽くてっていうことです。で、これは、まああの、チッカカリウムっていう、ちょっとそういう材質が使われてて、まあそこは私は以前から注目してるんですけど、軽くて高出力っていう。 そういった特徴があるので、まあ、これを持って、持ち物が1個確実に減ったっていうので、まあ、バッグの中に入れてるだけですけども、そ,れそのに持ち物が減っただけで、こう <laughs> 嬉しいです <laughs> そうそう。それだけでですね。だから、これはやっぱりおすすめではあります。こ,のこれで MacBook Air も充電してますで。次が、次がライトですね。ライトで、今ここにちょうど使ってるんですけども、 アパチャーというメーカーのアマラン 200D というものです。で、これ結構こ、この光量が <laughs> 大きいんですよねけ。結構な光の強さで、これ消すと、消すと、消すとこんな感じなんです。で今、ここのライトってけてないんですよ。で、一応ここのライトがあったり、今ちょっと昼なんで光が入って、 ってもうこのライトをこうやってつけてでこっち向きにつけてるんですけど通常は、まあ、こんな感じにするとちょっといい感じに間接的な光になると、まあ、それで使ってますで最大にこう暗くするとこんな感じですねで最大限に明るくするとこ,これぐらいになります、ね、だからちょっとオ,オーバースオーバーな機能かもしれませんけども まあ、あの、これ1個で調整できるんだったら楽かなと思うので、思い切って買ってみました。まあ、高いんですけど、4万6千円ぐらいするんですけど、まあ、この YouTube をやってる時点で言えば4万1千円ぐらいで売られていて、まあ、セールでっていうことであるんですけども、まあ、今お得かなと思います。4万6千円ぐらいするんですけど、1万円のライトとはまた1線円を画する照明かなと思いますんで、の高いけど、 いいものっていうことを考えていただく考えるんであれば、まあ、買っといてもそうもないかなと思います、えー、これが9つ目ですねで最後10個目がまあこれはゲーム系で1個あげとこうかなと思ってこれですかね「星のカービィディスカバリー」っていうので、まあ、カービィって昔からある <laughs> ゲームではあるんですけどこれのまあ良かった点っていうのはゲ,ゲームも面白かったんですよ まあ 3D フィールドでこのカービーで、カービーのゲームであるんですけど、難易度もなかなかちょうど良くて、難しすぎず簡単すぎず。で、最も大きな特徴が2人プレイができるんですよ。2人プレイができると。で、この当時、まあ今5歳ですけども、この当時4歳、発売された時は4歳。4歳から5歳にかけて娘と夜な夜なプレイしてました。で、最後まで行ったんですよ。 だからそういう設計ができるっていうのは、やっぱり任天堂はそこはすごいなと思います。任天堂のゲームのそのすごさっていうのは、子供と一緒に遊べるとか、子供でもプレイできるっていうような感じで、2人でプレイして、基本的に私が戦って、娘はわちゃわちゃ <laughs>、あちこちうろうろしてると、でたまにちょっと交代しながらみたいな、役割を与えながらみたいな、まあ、そういうプレイができて、トータル、 トタルどのぐらいでしょうね。プレイしたのって15時間とか20時間かなと思うんですけども、最後のボスまでクリアできたというので、まあ、これが、まあ、今,今年もいろいろゲームって買ったんですけども、もう2人でプレイできたとか娘でプレイできたっていうことも考えると、まあ、これがトップかなと。もしお子さんいらっしゃる方いらっしゃったら、これスイッチのゲームですね。スイッチで試してみていただくと、いただいてもいいかなと思います。男の子だとちょっと物足りないことが、 あるのかもしれませんけども、まあ、ゲームとしてもよくできてますし、一人、一人でプレイしても、3D のマリオとかお好きだった方はハマるかと思いますんで、まあ、3D が合う合わないっていうのはあるかと思うんですけども、まあ、今年のおすすめソフトの、ゲームソフトの一つです。まあこれで10個ですかね。今回は、まあ、買ってよかったものっていうので上げてみました。まあもし気になるものがあったら試してみていただければと思います。 では今日はこれで終わらせていただきます。ありがとうございました。